あの車。ねえ兄さん、どうしたんだルイージ。いやー、このスーパーマリオの世界だったらさ、アイテムがいっぱいあるじゃん。兄さんはどのアイテムが好きなんだい？そうだな、俺はやっぱりスーパーキノコかな。キノコが大好きなんだよ。本当に兄さんはキノコが大好きすぎるね。なんていうかね、もったいないというか、なんというか。なんだよもったいないとかなんとかって。じゃあルイージは何なんだよ。いや僕はね、この世界にはたくさんのアイテムがあるからね、そりゃあまあいろいろ好きだよ。いろいろだよ、いろいろだって。スーパーキノコにファイヤーフラワーとかスーパースターとかいっぱいあるでしょ。確かにね、確かにたくさんあるよね、いろんなアイテムが。だから兄さんもスーパーキノコだけじゃなくて、もっともっとたくさんのアイテムを使ってコースをクリアしていくのが楽しいんじゃない？まあ、それは確かにルイジの言う通りだな。でもそんなコースがあるのか？僕ね、ちょっとね、いいコースを見つけたんだよ。だからそこに兄さんと二人で行って、アイテムをいっぱい使ってコースを楽しもうよ。了解了解、それは楽しみそうなコースだな。よし、早速2人でこのマリオとルイジの兄弟2人で行ってみよう。いろいろなアイテムを使いこなせ。なるほどね、いろいろなアイテムを使いこなすってわけなコースだな。そう、まさにでしょ。いいね、楽しそうじゃないか。そうだから兄さんもスーパーキノコってだけじゃなくて、いろんなアイテムを使ってこのコースをクリアしていこう。よし、わかったぞ。でまずいきなりこれか、キラー放題になるやつじゃない、キャノンになるやつか。キャノンになるやつか。これはオンオフスイッチを押したりするために必要なのかな。とりあえずこれがないと先に進めなさそうなんで、俺がとりあえず取りました。とまずルイチこちら。了解了解。まあいろんなアイテムって言ってるぐらいだから、他にもアイテムがあるんでしょう。僕だって他のアイテム取りたいし。おお見て、あそこにのびのびパックンだよ。了解、これが役に立つわけだね。おお一撃やるね兄さん。それじゃあ2階というか、この上の方には何かあるのか。おっと待って、下の方にあるよ、プロペラボックスだ。よし、じゃあそれはルイジが取るんだ。了解。でもこれって1人しか飛べないよ。どうする兄さん。どうするも何、あ、これでオンオフ。そしたらあのキラーになれると。今度はキラーに、キラーになったらまたそれも一人でどっか飛んでっちゃう感じ。確かにね。でもとりあえずルイジはそのプロペラでここまで来れるよね。さあ今度はキラーを使ってだね。うわこれ難しそうだな。こっからどこに飛んでいけばいいんだろう。確かにこれ二人だと激ムズになっちゃったねそうだよね、これ激ムズだな。まず下に降りて、失敗しました。いや失敗も何もとんでもないし、何してんだよ兄さん。いやだからスーパーキノコが好きすぎてね、他のアイテムを使いこなすのがちょっと苦手だったみたいだいや苦手だったみたいじゃないでしょう、本当に。よし、それじゃあ仕方ない。ルイジを担げばプロペラボックスにはなれないのか。そうか、じゃあ僕一人で行くしかないね残念だね兄さん、アイテムを使いこなせない兄さんが悪いんだよ。仕方ないな、なんかここで落ちるのか。もう先行ってくれルイジ。了解了解。さあここから行けそうだね。おお行けましたやん。それじゃあ兄さん落ちてくれる。落ちてくれるって言われても、でも落ちるしかないよね。なんかルイジの足を引っ張ってるみたいですごく嫌な感じ。よし来たぞ。さあ今度は何あれ、下に猫ベル、そしてパウブロックのボックスがあるよ、パウボックス。よし今度はこのマリオがこのパウブロックになってだね。おおなんだ今の爆発。爆発じゃないなこれ、上にドッスンがいるのか。確かにドッスンを確認。さあどうする。よしどうするって言われてもね、そのパウボックスがあればドッスンも倒せるんじゃない。ゴー、オッケー倒せたぞ。そして鍵ゲット。あ、しかもこれでボム兵に火がついて鍵のついた扉に行けるようになったぞ。しかし時間がなくなってきたな。さあとりあえずここに入ってみるか。まあここに入れば猫ベルがゲットできる感じだね。はいはい、これでどうするの。ボカーン。え、このパウ系はいらないのかな。おっと、あーちょっと待って兄さん、兄さん何してんの。それなくなったらもう、おしまいなんじゃないの。いや確かにね。どうなってる。この先にどうやらゴール旗があるみたいだけど、あのボム兵ちゃんを爆発させないと。いやこれは蹴ったら痛い。そうか、ここで猫が必要なんだよ兄さん。そういうことだね、分かったね。でもここのゴールの仕方大体分かったんじゃないかルイジ。いやアイテムね全然使いこなせてないよ兄さん、本当に。どうしてそこまで使いこなせなくなっちゃったの。いやだからスーパーキノコが好きすぎてそればっかりだったってことかな。ハハ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 
これを取られるとこの先行けないんだった。しまったな。でもなんだこっちのルート行ってないルートもあるみたいだな。こっからも行けるぞ。そっからも行けるって兄さんしか行けないじゃん。そうか、俺しか行けないのか。ルイちゃんはどうしても行けないのか。どうだろうね、ここはどう考えても針に当たっちゃうね。チカチカ状態でなんとかなるかな。それかここ爆発、オッケー、行けたよ。これ行けるんじゃないかな。届くかなって感じ。しゃがんでジャンプ、よし行けた。さあそして、ああそうか、兄さんと同じとこに入っちゃうここに溜めてドン、オッケーと思ったけどここ食らっちゃうね。針が痛いけどこのまんま、オッケー、やるじゃないかルイジ。しかしそっちのルートとこっちのルートじゃ全然違う。はいルイジ行きます。行きますってどこ行くんだよ下に行っちゃったよ何やってんだよルイジ。いやーやっぱりね、あっちからキラーで行くのは難しいね。だよね、あっちから行くのはちょっと難しいルートなんじゃないか。本当にこっちから行くんでしょやっぱり。このパワーブロック取っちゃったけど、またね、また兄さんが取っちゃったな。本当に了解。まあとりあえず俺がなんとかしようじゃないか。ここにドッスン、はいドッスン、オッケー。そしてここにボム兵、俺がつけば鍵とともに扉が開いて次に行ける。だからここだよね。そうだよ、その猫ベルさえねちゃんと持ってればここはクリアできるはずなんだから。ってまた兄さんかい。仕方ないだろう、どうやら俺が取っちゃうみたいだから。でここでさっき変に暴れたからダメだったんだよ。これでオッケー、ナイス兄さん。猫ベルの猫の使い方が上手くなってるじゃないか。だろ、これでも一回落ちてるからな、学習はするもんだろ。てかなんで俺がルイジに褒められてんだよ。まあいいじゃないか、兄さんもスーパーキノコ以外にもアイテムを使いこなせるようになったってわけで。よしこれでパウブロックのボックスがあれば、ボックスがあればって、ちょっと待て、ボックスで倒しちゃダメだったんだアイテム使いこなしすぎちゃったね。今度はボム兵倒したらアウト。ボム兵はその猫でこういう風に叩くように倒さないとダメだったみたいだよ。火がつかないんだよきっと。うわー、ここは本当にアイテムを使いこなさないとクリアできないコースだな。ということでもう一回最初からだね。そうだな。さあ今度こそな、なんとか2人でクリアするぞ。さあまずはじゃあルイジがキャノンを取ってそれを俺が担ぐっていうのはどうだ。いいね、2人で行ってる感じがするよ。届くのかいちゃんと。届かないね届かないじゃん兄さん届かないね兄さん、とととと届かないね兄さん、キャノンがあったら邪魔して届かなかったね。いやでもなんとか帰ってきたみたいだなルイジ。なかなかやるじゃないか。でしょ、僕はねアイテムを使いこなしてるんだよ。いやそれアイテム関係ないだろ、ただ壁キックが上手だっただけじゃないか。いやその上手だったがいい感じでしょ。いや確かにいい感じだったけどね。さあじゃあキャノンでアタック。さあどんどん行きましょう兄さん。そうだな、ここはでもプロペラ取ったもんがもう先に進むしかないみたいだな。そうだね、もう行っちゃってください兄さん行っちゃいましたよ本当に。あまずい、これはまずい。ルイジルイジ行けませんここで全滅です。なるほどね、あそこ針出したまんまだったらアウトだったのか。いやそういうことすら知らなかったよね。そうだね、2人で結構頑張って行ってたんだねちゃんと。そういうわけだ、とにかく頑張ろう。さあ今度こっち。そうか、2人でいろんなルートに行くからいろいろ助かってたわけだね。そうなるな。じゃあここをまず倒してプロペラ取るよね。そしたらまずここでオンフを切り替える。そして僕がプロペラに乗って乗ってっていうかなって、あ、やっちゃったよ。やっちゃってるじゃないか。ルイジなかなか難しくなってきたぞ。逆に進めなくなっちゃったちょっと本当にもうやり直し。さあ今度こそ、今度こそクリアしたいところですよルイジ君。分かってますよマリオ兄さん。さあ今度こそ行きましょう。そうプロペラボックスは絶対必要なんだから、絶対いるんだよここはね。これで、はいオッケー。さあこう入る。そしてここでオンオフを切り替えて、さあルイジ先に行ってくれ。了解、僕が行く。そしてここでこのパウブロックを取って叩く。そしたらボム兵に行っちゃっか。そのままボム兵を倒しのでここの部屋に入る。危ない、そして鍵がないよ兄さん。了解了解、俺が鍵を持っているからな。ちょっと危ないねこのバブルが。危ない、よし。そして俺が入る、これでいいんじゃないか。そしたらパウブロックをつけないまま猫ベルが取れました。オッケー、これで進んでいけない。大丈夫、僕がパウブロックのボックスがあるからね。ナイス、それも必要なんだな。そしてここをそのまま降りていく。さあルイジ、了解、はいオッケー。そしてでルイジがそのパウブロックでボム兵を倒さないように気をつけて、俺がこのボム兵を爆破させる。さあこれで爆破した道にオッケーゴールができたぜ。ナイス兄さん、いやアイテム使いこなして頑張ってきたじゃないか。いいね、アイテム使いこなすってのは楽しいもんだ。いやここのゴールはなかなか難しかったけど、よしこれでオッケー。待って、僕もオッケー。いやここなんかすっごい狭いゴールだねそうだな、なんでこんな狭いところでボート突っ立ってる2人になっちゃったんだよ。いややりました、アイテムを使いこなしてこのコースを見事クリア。いいね、ドッスンタクシー。へい、タクシーってどうしたんだよ兄さん。いやアイテムを全部使いこなしてたらさすがに疲れただろ、だからタクシーで家に帰ろうと思って。でここ家みたいになってるけど、まあまだここに入れないから家に帰るんだよ今からね。なるほどね、タクシーで家に帰る
なんて贅沢だねって。なんかここ不気味な道のり。そりゃそうだろう。もうアイテム使いこなしてたらもう真っ暗な夜になっちまったってわけだよ。さあとにかく行くぞ。ドッスンタクシーが待ってるはずだ。てかドッスンタクシーってどういうこと。あーって待って、ルイジ、ルイジだけ一人でガンガン行くんですけどこれがドッスンタクシー。結構いいね、早かったよ。いやルイジだけ早かったな。この俺マリオはタクシーに乗れなかったよ。ルイジしか乗ってないじゃないか。いやでもね、タクシーいいよ、いい感じだったよ。いやいい感じだって。しかもキノコも取ってるし、俺の大好きなキノコだよ。なんでルイジが取ってんだよ。あとクスンタクシーこれか。おお、短い、距離短いね。ドッスンタクシー。じゃあ今度は兄さんこっちに乗りますよ。了解、頼んだぞ。おお、カロンがいっぱいいるけどタクシーがかなり強いからな。カロンなんてもう、おい見てくれルイジ、見たよ、キノコの山じゃないか。と取らせてくれ、俺に取らせてくれ。いやでもほら、ドッスンタクシーで帰りたいんでしょ。だったらもうここでゴールだよ。いやちょっと待ってくれ、せめてあの光り輝くキノコを取らせてくれ。いやでも家目の前だし、もう着いちゃったよ。いやちょっと待て、ドッスンタクシーでここまで来てあのキノコを取らずに帰らせるとは一体どういうことだルイジ。いやでもね、もう帰ろうかなと思ってる。やめてくれ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 レレレやめてくれ、キノコが欲しいんだマリオは。仕方ないな兄さん、どうしても欲しいんだね。それじゃ行くよ、さあキノコを取ってきて。いやーやったー、キノコめちゃくちゃ取ったー。これは本当にドッスンタクシーのおかげじゃないか。いやーやっぱりアイテムの中ではキノコでしょう。スーパーキノコが一番でしょう。これで俺がてっぺんも取れるってわけか。イエーイ、ずるいね兄さん、てっぺんまで取っちゃって本当に。さあ家に帰るぞルイジ。そうだねって、なんでルイジだけカッコつけてんだよやりました、ドッスンタクシーに乗って帰ったということでね。いやー今日も一日楽しかったね。いいね、はい、ということでマリオメーカー2を遊んでみました。マリオとルイジが今日遊んだコース、ぜひ皆さんも遊んでみてください。特にアイテムを使いこなすコースはね、結構難しかったんでおすすめです。それじゃあ今回は以上です。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナケナ他にもたくさん動画があるんでぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう、バイバイ。